ちゃこんにちは。キャリーパミパミ。だ言えない。まだ未だに言えない。言えない。まだキャリーパミパミが言えない。伊藤さん痛いですね。それは痛い。はい、痛いといえば。痛い。村上宗隆選手の昨日な。そうです。月曜日の。それは痛かったと思うわ。エスコバーの155キロだもん。あの内角に来たあの球が。もう思いっきり当たったからね。あの左のももの外側ですか、ね。外側痛いとこだよ。あれ痛いところですか。まあよくこうあの尻もつかなかったよね。こらえてましたよね。こらえて立ってた偉いね。ですよね。ただこのデッドボールが昨日ちょっと波紋を呼びまして、うん、で、まあ、あの後あの裏の回かな、次の回変わってヤクルトが、まあ、久保投手になったんですけれども、うんうん、その時に佐野選手が打席に立った時に、うん、結構内角を攻めて、まあ、内角は攻めるよね、はい、でベンチからヤクルトベンチのあるコーチから当ててしまえと、当ててけみたいな。そうすると今度は DeNA ベンチから黙れという怒号が結構あのカメラの音声にくっきり入っていたといいじゃん面白いじゃん、楽しいじゃん楽しいいや楽しいでしょ、だって1位と2位が戦ってんだから。あ、そこは楽しいです、そこは楽しい。そうでしょ、はい、戦っててもそういうこうなんて声が飛び交うっていうのはさ、うん、まあでも言えば、うん、エスコバーもわざと当ててるわけではないし、うん、はい、まあ帽子を取れっていう話もあったけど、うん、外国人で帽子を取るっていう文化ないし、はい、一応あの左にこうやってね当ててたんで、それが謝罪の意味なのかな。やったったぜって言うかもわからない。やったったじゃん。でもわからないけど、はい、でも帽子を取る文化っていうのはないし、はい、うん、エスコバーまたその DeNA、はい、三浦監督いろんなことを考えても、うん、当てろっていうようなことは全くないよ、うんうん、ただインサイドを今度、はい、今日打たれんなよみたいな、うん、あ、前回、ね、前回ホームラン打たれたから、もっと厳しくインサイドに行けっていう指示はあったかもわからないけど、うん、でも当てろなんていうのは絶対言わないし、またね当たったから当て返せなんていうのは、うん、もうね古臭い古臭い昔は古臭い中でやってたから。豊さんもそれで一球来てますもんね。だって足がこっちに向かってくるんだから、ピッチャーのこれは完全に狙ってますね、あなたみたいな。それは結局バッターボックス外しましたよ。だってキャッチャーが言う、キャッチャーに言われたことがあるんだから、伊藤さん次の球絶対避けてくださいよって、うん、どうしたって、とにかく俺信じて避けてくれっつって、うん、こいつ騙してストライク取るんじゃないだろうなとか思いながら、はい、避けたら頭の上通過してきたよ。指示だった。まあ昔はそういうことはあったけど、うん、もう今の時代はそんなことないよ。でね、当たったから当て返すなんていうナンセンスなんかしない方がいいよ。まあそうですね。そしたらもうキリがなくなるから。もう当てずっと当てっこになっちゃいますよね。当てっこだよ。それはね、村上っていうのはやっぱもうヤクルトの宝だし、はい、もうプロ野球の界の中のもう宝になってきてるよね、はい、でこういう優勝を目前にして戦ってる時にやっぱ戦列を離れるようなそういう、うん、なんていうの、怪我はやっぱさせたくないし、はい、惜しくないし、で相手もねやっぱ三冠をね、はい、狙ってるバッターに対してそんなことはしないと思うよ。さ、厳しいと思うよ攻めは、うん、はい、だけどわざとはもう今の時代は当てないよ。昔はあったよ、はっきり言って。昔はだからベンチから監督が言うんだもん、まあ、ダタマイタクレー言って、それでピッチャーが行かないとベンチ帰ってから罰金だからっていうあれもあったんだから。昔はね、昔はなんで行かんのだって。いやだからチンプレーをこれで見たことがありますよ。そうそう、だからうちのチームも太陽時代も、はい、まあこれは名前出せないけど、はい、あるピッチャー、剛速球のピッチャーがマウンドでモジモジしてるから、うん、どうしたって言ったらね、はい、後輩だったから、うん、いやまあこういうことを言われたと、うん、当てろと、絶対やめろと。あ、言ったんですね。 お前の球本当にまともに当たったら死ぬぞって、相手がやめろって、うん、それは絶対言うこと聞かなくていいって。あ、そうだったんですか、うん、で結局じゃあそのピッチャーは当てなかった。当てなかった。でベンチから怒られた。なんでいかんのだー言って。あったんですね。いやあったよ、もうねピリピリムードだよ。うわ、まあ、あったあった。いつ頃からなくなったんですね、こういうの。やっぱコンプライアンスの問題だったり、そういうなんかやっぱね、古田がインサイドをね、うん、バッターの後ろで構えるって、はい、バッターが立っててこういう風に構えるって、はい、やっぱりより厳しいところに来いっていうような、ね、うん、意思表示だったと思うんだけど、はい、まあ、それで何回か当たってジャイアン戦でね、うん、それでこう、まあ、乱闘だとか、うん、まあ、阪神もあったよね、はい、
乱闘だとか、まあ、いろいろあってからやっぱちょっとこういうことは良くないんじゃないかっていう、うん、なんかまあ紳士協定みたいなのが出来上がったような気がするけどね、はい、俺の記憶家だったら、はい、だからそれからこう謝ろうよって、うん、ね、一応っていうようなことにはなった。ただ、まあ、外国人にはそれが浸透してなくて、はい、謝るとか謝らないとか、うん、だって向こうは謝らない、わざとじゃないもの謝らないよ。逆に言えば外国人ピッチャーから言えば、いやお前避けろよみたいな、なんで俺が謝らなきゃいけないんだ、俺の方が痛いわみたいな、うんうんうん、ランナー出しちゃったんだからって、はい、まあそういう考え方もあるよね。でもメジャーって結構報復試合多くないですか？あるある。だって ガッツポーズとか、はい、過度のパフォーマンスをすると次の打席の時に、ね、報復されるよ。ですよね、うん、だからまあ日本の、まあ、野球が甘いとは言わないけど、うん、だけどやっぱお互いこう勝負をしている世界の中でね、はい、そういうことが行われるっていうのはまああんまりよろしくないというふうにメジャーは考えてるし、うん、はい、まあ日本の場合はそれで力をもらってるっていう人もいるしまあ賛否あるけどね。スクルトベンチからその当てたれみたいなコーチから声聞こえてきたのも本当に当てたれではなく、なんかもうそのいやだからコーチがね、勢いで出ちゃったんですかね。いやコーチがね、冷静さを失ったら終わりだよ。だってお前当てとけってコーチは打席に立たないんだから、はい、そりゃそう言うわな、うん、でもやってる選手だったらたまったもんじゃないから、当て合いになったらですよね。だから一回その選手もその声聞こえてきて、一球本当打席外したらストライクになっちゃったんですよ、ね、ヤクルトもそんなことしないって、うん、当てない、当てないって、でそのぐらい厳しい際どいとこを言って、そりゃそうだよ、ね、打たれたくないんだもん。プラスだって村上なんか三冠王ひた走ってて、うん、それは厳しいとこ行かないと、ね、自分たちが痛い目合うから、うん、それはより厳しい攻めはするよね、うん、で久保に至っては、うん、ね、その佐野って3割バッターだよ、はい、それは厳しいとこに来られるのは当たり前のことじゃないかって、うんうんうん、そう思うよ、うんうん、だからあと、まあ、警告みたいなことですね。当てないけどもううちの村上当てられたな、インコース攻めるっていう、当てないけど厳しいとこ行くよっていう、いやインサイドが厳しいっていうわけではないけどねだけど、まあ、仮に審判の方がいて、いや明らかに狙ったなって言ったら警告試合にするよ、うん、だけどそれもしなかったから、いや俺もゲーム見てて、はい、ああエスコバより厳しいとこへ行こうとして当てちゃったなっていうぐらいに思ってたんだよ、はい、それがこんなことになるなんて、ね、コーチが勝手にカッカッカッカしちゃっていや結構あのね、乱闘になった時にベンチから飛び出すのも早いのもコーチだったりしますよね。いやまあ選手を守らなきゃいけないんだから、ね、守るという、うん、だからまあそういう意味ではコーチがそう先頭を切って選手を守るようにしないといけないけどね。これってその高校野球とかってもちろん報復じゃないですよね、こういう当てたら当てたでみたいな。ないよね。プロになったらいきなりこういうのがやってくるんですか、どうしてなんだろう。でもね勝負ってこれまたね老害かもわかんないけどあの生き死にだから、うん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 、勝つか負けるか、勝つか負けるか、はい、ね、うん、負けた方はもう本当に夢をなく、勝った方は夢を追い続けられるみたいなさ、まあそういうことがあり、勝負だから楽しいんだよね、勝ち負けがつく、うん、負けるからね、ファンも怒りがあってまた次もっと応援してやろうとか、うん、そういうことになるんだけど、ただ単にゲームを消化して、うん、はい試合を見れましたでつまんないじゃない、うん、だから日本のもうアメリカって勝負がつくまでやるけど、はい、日本はなんでそれをしないのかなとか、うん、まあいろいろ考えるしね、なんで延長12回で切るの、まあ、そういうこともあるし、うん、まあコロナの影響でね、はい、まあ長時間とか、うん、まあそういうことも考慮してると思うんだけど、うん、やっぱね、大体ね、日本の勝負事っていうのは甘すぎるよ。経済と一緒。はい、日本の経済と。経済、政治家も一緒。うん、甘すぎる、うん。ね、俺も甘いかも。甘いかもわかんないけど、やっぱね、甘い。だから、やっぱ村上が怒るように、俺は村上の姿っていうのはすごい良かったなと思うよ。はい、さあ、当てられて黙ってたらね、何回も来るみたいな、うん、そんな感じもあるだろう、一言そうですね、一塁ベンチに、一塁ベンチに言っとくっていうのはこれはいいと思うよ、うん、だって村上何にも悪くないんだよ。そうですね、当てられたって、うん、ね、はい、で、まあ、わざとではないと思うけど、うん、やっぱり当てられた方とするとさ、カッとなるよ、はい、だからそれが一言二言さ言ったところで、それはこっちはというか DeNA は、うん、あごめんねって、うんうん、あの藤田さんがね巨人のかつて、はい、俺がデッドボール誰かに食らったんだよね、
宮本だったかな、はい、背中かなんかにドーンってわーとか言ったら藤田監督が宇佐川とか呼ぶからパッと見たら、はい、ごめん抑えてくれってごめんごめんって言ってくれたんだよね、はい、だからまあそういうことで気は収まるしさ、うん、だから三浦監督も行けとか言うようなタイプじゃないし、うん、三浦監督なんかもうクリーンな人間だし、だから正々堂々と行きなさいよって、うんね、それで打たれる分にはいいと、うん、でも甘くなってちびって打たれるんじゃないよっていうようなタイプだからね。そうですよね、うん、だから周りのコーチは高津監督だって、はい、ねやられたんだからやり返すごいって、うん、そういう気持ちは植え付けるかもわからないけど、はい、当てろとは絶対言わないから。そうですね、気持ちでねじ伏せてこいだったりとか、そう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 、気持ちで例えば打ってこいだったりとか、うん、そういうことってことですよね、うん、だからコーチが熱くなって言うなっつうの周りが熱くなっちゃったっていう、うん、周りが熱くなって炎上してったんだよ本当にだから選手たちがかわいそうっちゃかわいそうですよね。それで当たりになったらねコーチには当たらないけど、はい、選手には僕ここが当たるんだから。そうでね、選手も大事な時期なので両チームだって怪我人もね、当たりどころが悪かったら選手生命ってことにもなりかねないですもんね。相当痛かったと思う村上選手、そらめ155キロのあの硬いボールがまともだからねえ、だ今日の試合が心配だよ。いやそうなんです、まあ、今ね撮ってる段階で何も情報まだ入ってきてないですし、まあ出るね彼は出ますか。いや相当朝すごいですよね。いや縫い目が多分ついてると思う。まず縫い目がつく、数えられるよその縫い目。いやそのぐらいはっきりつくと。だあの例えば骨折とかなんかそういうのしてないけどですね。いや骨折はない、あそこは。あそこはないです。肉厚だから。あで余計村上肉厚。ですよね。肉厚。だから大丈夫だと思うけど、うん、腫れとか、うん、そういうことで走れない可能性もあるし、はい、だ守備が守備に支障をきたすというかさ、サードの、うん、こう踏ん張れないかもわかんないよね。うん、あとやっぱりそのホームランの記録っていうのがかかってるので熱くなっちゃったんでしょうね。まあでもこれで休んでも、うん、これで休んだら多分三冠王は決まりだと思う。あまあ打率も残して、ただそのやっぱりその王さんを超えてバレンティンを超えてっていうのが、まあ、そこに夢があるよな。そうなんですよね、うん、それを超えて三冠王って言ったらまたより箔がつくからね。そうですよね、うん、まあ、これだけでも箔がついてるけどね。もちろんそうですね。いやただね、まあ、真剣勝負の中なので、だから村上のあの勝負根性というか、うん、あれは好きだな俺は。表情もね、表情はただね、あの本当試合あの何事もなく、何事はあったでしょうけれども、なんかこう試合に引きずらずに出られるという。まあでもね、カーッとなる、両軍がカーッとなって、うん、試合をやってるっていうのは、うん、それはやっぱりね首位攻防戦、はい、まあ、とりあえずゲームがあったとしてもね、うん、まあ、それはあのいいことだと思うよ、うんうん、そうですね、まあ、それだけ熱くなった試合だったっていうことですかね。はい。はい。